前のイベント暑かったですね。盛り上がりましたね。あんなに入るとは思わないです。盛り上がりはやっぱ日本一でしょ、うん、暑いですね、うん、楽しんでいきましょう。よろしく。嫁が帰ってから楽しかったですね。戻ってましたね。楽しくてこうと止まらなくなってまうんですよね、僕自身が。セーブできないです。最高でした。けども2回目につながったっていうのがもう大収穫です。なんかがつながってる感がすごくあるし、例えばスケートピストなんかそういうつながりがなんかアナログやねんけどつながってる感がすごくあって面白い。これは間違いない。トリックのビデオですか。いいんちゃいます。別に楽しいと思いますよ、こういうの。本音ですよ。はい。いや、撮影難しいですね。怪我人とチャリパクられたりとか、チャリが潰れたりとかっていうので、うちの子がいなくなって困っています。サーリーを探してください。故障者続出って言ってね。そうそう。呪われてますからね。もしもし。今こけました。ロッキー。お笑い担当の和尚さん、2回目以降もっとパン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 ぐらいの感じで行こうや。最後の決めはもう任せるわ。やっぱりこう大阪っぽさみたいな、何話っぽさみたいな出てたら面白いんじゃないかなって僕は思うんですけどね。マイドライドっす。ノーハンドでたこ焼き食いながらなんか トリックするとか。いや全然ボツっすね、今のネタ。ごめんなさい、適当でした。見どころはこれどうなんすか。もう今撮ってる最中やから。僕の軽いさが見どころです。僕の得意技はフェイキーウィーです。一発オーケーションね。お前大物か。俺すげえって思う。やっぱりトニーが注目されがちなんだけど、トニー食ってやるみたいな。僕でも前回ロードバイクでしたからね。トラックではなく、他のストリートのアイテムにはない表現ではあると思うんですけどね、スピードっていうのは。今回はあれですね、大阪各所名所回り、いろんなとこ行ってますね。そうですね、ユニバーサルサージが良かったですね。もちろん世界に通用するもんも出したいですよね、ワールドワイドで。まあやれるもんならやってみろですね。楽しんでもらえればね。見た人はみんな大阪に来たくなれば、がっつりがっつり流します。えげつないの楽しみにしてもらったら、うん、よろしくよろしく。ですよね。
様、嫁の町のトニー様、私、お寿司大好き。